だ。これは最善の一手ではない。最強の一手でもない。走れ、あかり。じんちゃんちはすぐそこだ。もう、だからまっすぐ帰ろうって言ったのに。じいちゃん、じいちゃん、上がらせてもらうよ。ねえ、本当にいいの？どれもパッとしないな。ヒカル、もう出ようよ。気味悪いよ。勝手にそんなことしていいの？こないだの社会のテストで8点しか取れなくってさ、小遣い止められてんだ。お、これなんかいいんじゃねえか。これ知ってる？五目並べする台でしょ。かなり古そうだな。じいちゃんが昔使ってたやつかな。こりゃ高値で売れるかもな。ねえ、本当にいいの？平気平気、きっとじいちゃんだって忘れてるよ。それにこいつだって誇り取ってやりゃ。それにしても全然落ちないぞ、この汚れ。うん？汚れてなんかいないよ、綺麗じゃない。これどこ？ここ。あ、何もないよ。どこ？ここだってば。見えるんですか？だからさっきからそう言って。私の声が聞こえるのですか？私の声が聞こえるのですね。やっぱりそんな後なんて。誰だ？やだ、ヒカル、変なこと言わないでよ。見つけた、やっと見つけた。じいちゃんか？出てこいよ。立ち帰るよ。あまねく神、感謝します。私は今ひとたび現世に戻る。藤原の妻。妻？何者だ？平安の都で大君に囲碁を教えておりました。毎日毎日、来る日も来る日も囲碁を打っていた私はとても幸せでした。しかし、私以外にもう一人大君の指南役がおりました。ある日、彼が大君に進言したのです。指南役は一人で十分、
対局にて雌雄を決し勝者のみをお召しくださいと。それで戦ったんだろ。どっちが勝ったのさ。盤面互角で対局は進み、皆の視線が注がれる中で私だけがそれを目にしたのは本当に偶然でした。彼の苔の中に白石が混じっていたのです。それをあの者は一瞬の隙をついて自分の上げ浜にしたのです。ズルしたんだ。私が声を上げようとした時、そなた今。おい貴様、今苔に混じっていた黒石を自分の上げ浜にしたな。何を言う。それは今そなたがしたことではないか。これはなんとつまらぬ言い訳を。皆の目が盤上に注がれているのを良いことに、苔に混じっていた私の石を上げ浜にしたではないか。そなたこそいい加減な。見苦しいぞ、静まれ。そのような下びた行為が世の前で行われたなどと考えたくもないわ。続けるがよい。私は負けました。心の動揺を抑えきれぬままに逆しいごまかしをしたという汚名までついて都を追い出された私に生きる術はありません。それから2日後、私は受水したのです。私はもっともっと碁を打ちたかった。成仏できぬ私の魂はある碁盤に宿り、遥かな年を経て瀬戸の海に浮かぶ因島である少年の声を聞きました。彼の名は虎次郎。少年よ、私の流した悔し涙が見えるのならば、そなたの心の片隅に私を住まわせておくれ。虎次郎の名は周作と改められ、20歳で死の跡目となり、14世本因坊周作を名乗ることになったのです。本因坊周作。しかし虎次郎は流行り病に倒れ、ある夜34歳の若さにして彼は。五番についてた血はそいつのものだったのか。それで俺に乗り移ったのはまた碁が打ちたいってわけか。はい。なぜなら私はまだ神の一手を極めていない。ヒカル、お前昨日救急車乗ったんだって。ああ、ヒカル？ヒカル、本当に大丈夫？何があったの昨日。それがさ、自分でもよく覚えてないんだ。起きたらもう今日になってて。後ろの人に回してください。はい、始めてください。ほう、歴史の問題ですか。あ、お前、何ですか。あ、いえ、そのすみません。座ってテストを続けなさい。はい。昨日のあれは夢じゃなかったんだ。はい。で、お前の名前なんて言ったっけ。サイです。サイか。お前そんなに碁が好き。はい。まだ碁が打ちたい。はい。でも悪いな、俺碁なんて全然やる気ないから。ヒカル、しんどく。何してたの。何もしてません。何も。ヒカル大丈夫。しんどくん、しんどくん大丈夫。保健室に行く。あ、もう平気っす。碁を打てないという私の悲しみがあなたの意識を包んだだけです。ったく、千年に及ぶお前の情熱には舌を巻くぜ。でもな、俺には俺の人生設計があるんだ。なあ、俺以外のやつじゃダメなの乗り移るの。多分。
分かったよ。たまに撃つだけならいいか。え？けど俺の心は俺のものだからな。勝手に話しかけてくるな。はい。誰だったっけな。あと10分ですよ。もうできた人は間違いがないかもう一度チェックしましょうね。ダメだ。サイ、お前知ってるか、天保の改革って。天保の？老中の水野様が始められた。それそれ。ああ、懐かしい。一度城中で碁を打ったことがあるんですよ。じゃあペリーも知ってる？ペリー。ペリーだよ、黒船率いてやってきた。ああ、ペルリ提督ですね。それで、そのペルリ提督はどこに来たんだ？浦賀です。あの時は大騒ぎでした。浦賀と。サイ。はい。お前って結構使えるやつだな。新藤君、何独り言言ってるの？テストはもうできたの？もうちょっとです。頑張ってね。人の体を通り抜けておきながら謝りもしない、なんたる無礼な。ヒカル、この時代の女性はみんな。わかったわかった。わかったからそう頭の中で騒ぐな。終わったらこの撃てるところへ連れてってやるから。うわあ、すごい人ですね。天下の大東京だからな。そいでそいで、どこで碁を打つんですか？碁会所。うん。じいちゃんが時々言ってるらしいんだけど、碁の好きな親父たちが集まって碁を打つ場所があるんだと。いつの時代でも囲碁を愛する人はいるのですね。あら、こんにちは。どうぞ。うん。うわあ、じじいばっかし。あの、君ここ初めて？ここもなんもまるっきり初めて。誰でも打てるの？打てるわよ。じゃあ、はい、名前書いて。気力はどれくらい？気力？よくわかんない。え？人と対局したことないんだ。そこそこ強いと思うけど。あ、子供いるじゃん。あいつと打てる？あ、うん、でもあの子は。対局相手を探してるの？うん、いいよ、僕打つよ。あ、でもこの子。奥へ行こうか。うん。ちょっと待って、子供なら500円よ。え、お金いるの？初めてここに来てくれたんだから今日はサービスしてあげてよ。うん、あきらくんがそう言うなら。僕は東谷あきら。君は？新藤光、6年生だ。僕も6年だよ。やっぱり年寄りが相手じゃ盛り上がんねえもんな。気力はどのくらい？それがよくわかんないんだ。結構強いと思うんだけど。よくわかんないのに強いの？じゃあとりあえず君のお騎士は4つか5つくらいにしようか。お騎士ってハンデのこと？いらねえよそんなの。お前と俺同い年じゃん。東谷明相手にお禁止なしだって？とんでもない坊主だ。いいよ、じゃあ先手でどうぞ。俺ちょっと打つのが遅いかもしんないけど勘弁な。サイ、そんなに嬉しいのか。140年ぶりだもんな。光、行きますよ。よし。17の4、右上隅小目。17の1、2、3、4。思いっきり初心者の手つきだな。16の17、右下隅小目。16の17、ここか。3の16。16の5。16の5。
霞。14の4。石の打ち方は初心者だけど、石の筋はしっかりしている。自分で強いというだけある。どうした？早く打てよ。あ、ごめん。しかし定石の型が古い。それに時々変なところで手が止まるのはなぜだ。14の11、ここか。僕の打ち込みにも動じない。いや、動じないどころか軽やかにかわしていく。その白石はあなたのものです。取りなさい。は？これ？はい。19の15。あ、いいの？取られちゃって。18の14。これ取れるんだよね？はい。どうしたの？その白の球士が死んだのです。その石は後に光の上げ浜になります。こんなにいっぱい？じゃあ楽勝じゃん。いえ、このものはそれほどやわではありません。あの球士は私が取ったのではなく、彼が捨てたのです。あ？よくご覧なさい。これはまだやれる。左上の球士は大きかったけど、僕は中央の空間を支配している。大丈夫なの？多分。4の13。8の5。8のそこか。これは最善の一手ではない。最強の一手でもない。僕がどう打ってくるか試している一手だ。僕の力量を測っている。遥かな高みから。じゃあまたね。ありがとうございました。あら、終わったの？うん、やっぱり対局はまだ早いわ。俺打つのすごく時間がかかってもうヘトヘト。あらあら。あ、そうそう、今度子供の囲碁大会あるんだけど。はい。うん、見に行ってみたら？考えとく。今日はありがとうお姉さん。またね。アキラ君とやるのは50年早かったかな。え、負けた？そんなバカな。アキラ君が負けたのか？アキラ君はプロに近い実力なんだぜ。置き子だったんだろ？何目動かしたって？先手の黒番で。何目差だって？二目差。二目差ならコミを入れればアキラ君の勝ちだ。二目差とかそんなレベルじゃない。ちょっと待ってよ。アキラ君が負けたって本当なの？まさか
だってあの子、今まで一度も対局したことがないって言ったのよ。一度も対局したことがない。何なんだ彼は一体。慣れないことしたから疲れちゃった。ちった、満足したか。はい。おーし、じゃあ帰ったら社会の宿題だ。何なりと。うん、走るぞ。はい。そう片手に持ちながら、風に吹かれながら、明日を描きながら、遠くまでどこまでたどり着けるまで、絶対負けないよ、絶対泣かないよ、この夢を叶えるその日までは、あの空は笑ってた、あの花は笑ってた、僕もいつか笑うから、何も怖くない。ガーガー囲碁。梅沢ゆかりです。このコーナーは囲碁ってこうなっているんだということを分かりやすく説明していきます。まいちゃん、ゆきくん、よろしくお願いします。先生、よろしくお願いします。囲碁ってどうやって遊ぶんですか？はい、囲碁に必要なのはまず碁盤とこの碁石です。この黒と白の石を交互に打っていきます。じゃあ二人とも碁盤の方に石を置いてみようか。はい。はい。あ、これね、他のゲームだったらこれで正解なんだけれども、囲碁の場合はこの線と線のぶつかっているところに置きます。ゆきくんからやってみよう。あの一手もあの一手もまるで指導碁だ。あれが本当の彼の実力だとしたら、そんな子供いるわけない。何者なんだ彼は。やっと見つけたぞ、進藤光。